はい、こんにちは、レトスノーノです。11月14日ということで、個別指導の値上げまであと1日となりました。16日に変わりますと値段が、高くなっちゃいますので、今日明日中にぜひ、お申し込みいただければと思います。で、個別指導のお申し込みについては、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからお申し込みください。では、11月14日の3問に入ります。代理の問題です。A は B の代理人として、B 所有の土地について、C と売買契約を締結したが、A は無権代理人であった。このことを C が知っていた場合でも、C は B に対し追認をするかどうか、確当すべき旨、催告することができ、B が確当しないときは、B は追認したものとみなされる、丸か×かという問題です。考えたい方は一度動画をストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×です。まず、問題文の状況としては、B が本人、A は無権代理人、C は相手方という状況です。そして相手方 C は知っていたと書いてありますね。これ知っていたっていうのはこのことを知っていたってことなので、A が無権代理人であることを知っていたということですね。つまり、悪意だということになります。で、まず一つ目、頭に入れていただきたいのは、相手方 C が善意悪意に関わらず、催告権は持っています。つまり、この相手方 C は、B 本人に対して追認するかどうか、格闘すべき旨の催告をすることができるんですね。まあ、つまり、追認しますかしませんかっていうふうに、相手方 C が本人 B に対して尋ねることができるっていうことですね。まあ、尋ねる権利があると、まあ、いうことが丸一の内容です。で、それに対して、本人 B が格闘しないとき、つまり答えなかったと、追認するかしないかを答えなかったときどうなるかというと、これは追認拒絶したものとみなされます。したがって今回の問題を見ると、追認したものとみなされるって書いてありますね。これは誤りですね。追認したものではなくて、追認を拒絶したものとみなされるんですよ。つまり、追認しなかったっていうことになるという話なんですね。したがって、本問は誤りとなります。で、問いにですね、取引士、いわゆる宅建士です。が、業務上過失傷害の罪を犯し、10万円の罰金の刑に処せられた場合、当該取引士は、その登録を少女されることはない、丸か×かという問題です。答えは、登録少女されることはありませんので、丸になります。取引士が登録少女されるのは、どんな場合かっていうと、この4つのパターンですね。不正手段によって登録を受けた、もしくは不正手段によって取引支障の交付を受けた場合。2つ目が登録の結核事由に該当する場合。3つ目が事務禁止処分事由に該当し、特に情状が重い場合。4つ目が事務禁止処分に違反した場合。この4つなんですね。で、今回の内容っていうのは、業務上過失傷害の罪を犯して10万円の罰金の刑に処せられたって書いてありますね。で、これっていうのは、今話した1から4に該当しないんですね。したがって登録少女はされません。なので、登録少女をされることはないっていうのは丸になるということなんですね。で、注意していただきたいのは、傷害罪による罰金刑を受けた場合なんですよ。この場合っていうのは登録少女されます。どれに該当するかというと、この2番ですね。登録の結核事由に該当する場合、これに当たるんですね。傷害罪による罰金刑っていうのは、登録の結核事由に該当してしまいますので、登録少女処分事由に該当すると。つまり、登録の結核事由に該当するから、登録を取り消されますよっていう話です。ここの2つはきっちり対比して頭に入れていただければと思います。引っかかった方は注意してください。では、問い3です。市街化区域内に所在する、高土地、面積2500平米について、対価の授受を伴わず、賃借権の設定を受けた A は、事後届出を行わなければならない、丸か×かという問題ですね。結論から言うと、事後届出は不要です。なので、答えは誤りになります。届出が必要な取引の要件っていうのは、土地に関する権利について、対価の授受を伴って、移転設定する契約であること。この3つを満たす場合、事後届出の対象の取引となるんですね。つまり、権利性、対価性、契約性、この3つをすべて満たす場合に、届出対象の取引に該当すると
ということです。で、今回、対価の授受を伴わない賃借権の設定というのは、2番目の対価性がないんですね。対価の授受を伴っていないわけなので、この2番を満たしていません。したがって、届け出が必要な取引ではないんですね。よって、事後届け出の対象の取引じゃないから、事後届け出は不要だというふうに答えを導きます。たとえ、市街化区域内で2000平米以上、まあ、今回だったら2500平米ですよね。の土地で届け出面積に達していたとしても、そもそも届け出対象の取引ではありませんので、事後届け出は不要です。で、これ基本的な問題なんですけども、上記以外の理解の仕方を知らないと、関連問題間違えちゃうんですね。まあ、今言った考え方をしてもいいんですけども、ちょっと難しいんですよ。考え方自体が。で、もっと簡単な考え方があるんですね。で、この点については、個別指導でお伝えいたします。そうすれば、関連問題も解けるようになりますので。で、ここの国土利用計画法の届け出の問題っていうのは、もうどんな引っ掛け問題が出ても解けるようにしていただきたいんですよね。もう得点源なんで、こういったところを一点一点確実に得点できるようにしていくっていうところが、まあ合格の秘訣になりますので、しっかり理解して、本試験で得点できる実力を一緒につけていきましょう。まあ、初めにもお伝えした通り、個別指導は値上げまであと1日なので、来年絶対合格したいという方は、ぜひですね、個別指導をご検討いただければと思います。個別指導については、この動画の下の概要欄の方に URL 貼っておきますので、そちらの方からご確認ください。個別指導で一緒に勉強していきましょう。お待ちしております。もしあなたが勉強しているけれども、実力が上がらない、本試験で思った点数が取れなかったというのであれば、間違った勉強をしているかもしれません。間違った勉強っていうのは丸暗記学習です。単に卓球の教材だけで勉強していたとしてもなかなか理解することは難しいです。理解学習をするにはそれぞれの法律について専門的な本だったり専門的なサイトで調べていく必要があります。面倒ですがそれをやっていかないとなかなか理解は深まりません。結果として勉強はしたけれども本試験で点数が取れない、そのようなことになってしまいます。もし自分自身で調べることができない、また調べ方がわからない、何を調べていいのかわからないという方は、ぜひ個別指導ご検討ください。個別指導では、教材の中に理解すべき内容まで記載しております。具体例だったり、イメージだったり、考え方だったり、理由付けだったり、理解するために必要な内容を入れております。またわからなければ、ご質問いただければ解説させていただきます。曖昧な知識では、宅建には合格できません。一つでも多く、確実な知識、正確な知識を頭に入れていく。これを行っていただければ合格できますんで、勉強するからには絶対合格しましょう。もしあなたが勉強したら勉強した分だけ実力を上げたい、もしそう思っているのであれば、ぜひ個別指導ご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。